私たちの声が新しくなりました。特に関西弁が2よりはっきりしているというか、EX 寄りになったよね。あと、つぼみっていう私たちをもっと幼くした感じのボイスも追加されています。早速、つぼみのお姉ちゃんを見に行ってみましょう。きっとどちゃくそに可愛いに決まってますわ。めっちゃ可愛いね。好き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 。私といいことしようね。自分より年下の姉に向かって何してるにゃ、お前は。あ、お姉ちゃん。可愛いね。ええ加減にしろ。さあ、今回もやっていくよ。今日は何も起きなかったらいいね。ほんまにそう思ってるか。ワールド2の5、ジュネムに気をつけろ。ここあれだね、結構難しいと思うよ。うちも覚えてるで。地面が砂だけになってるところがあるねんな。早速出てきたね。お姉ちゃん、絶対ここでヒップドロップしちゃダメだからね。さすがにそこまでバカじゃないで。そう言いながら赤コーラの下に行くのやめてもらっていいです。やっぱダメそうかよ。それ前回もやったよね。なんで学習できないの。ほら今回は敵じゃなかったから大丈夫かなって思ったんやけど。それに隠しスターも回収できたから実質プラスやで。私の服がなくなってるからマイナスなんだよ。いい加減にしてよね。そないに怒らんでも。むむむ、この不自然な土は感じる感じるで。うちの勘がここに隠し物があるとささやいてるで。ほらな。ああ、はいはい、そうだね。よかったね。うちは何でもお見通しなんやで。足場がちょっと危ないけど大丈夫かな。棒も残ってるし大丈夫。え、マジ。ちょー、左の方に行っちゃってるんだけど。卵でなんとか。構えてる間に食らってまう。お姉ちゃんやばい。本当にやばいから。わかっとる、わかっとるけど、これは。え、待って、これどうするの。回収できてない時に落ちてもうたからな。あーおいーちゃん、ちょっと待って、こっち来ないで。なんで私の服に手をかけてるのかな。はい、それじゃ続きからやっていくで。ちょっと待って、これ本当に見えてないよね。大丈夫やって。さっきアホほど確認したやんか。いきなり何しとんねん。いやいや、こんな格好じゃゲームどころじゃないよ。めーっちゃ似合っとるで。今すぐこの足場から落ちて同じ目に合わせてやってもいいんだぞ。ほんますいません、勘弁してください。お、こんなところに木箱が。あかんで、青い。ヒップドロップしたら落ちてまうからな。わかってるよ。砂利を卵で壊せばいいんでしょ。すぐ横にちゃんとした足場もあるからね。そこやったらヒップドロップしても下に落ちることはないもんな。まあね、私ほどになればこういうのもすぐに気づけるんだよね。あ、葵ちゃん、どうしてこんなことに。次はもっと左の方でヒップドロップしよな。そうします。あ、兵法が赤コイン運んでるで。あれは早く倒さないと。コインを持って逃げるから気をつけないとね。2体目もおるで。危ない。奥にも湧いたで。あれはさすがに間に合わなさそうかな。しれっと当たるのやめてな。急いでたんだから許して。あれ、もしかして間に合ったかもな。さすがに同じとこに何個も出えへんやろ。最終的に赤コイン1枚とフラワーが1枚足りへんかったから、鍵の扉調べてきたらフラワーがあったで。え、どうしたのお姉ちゃん。お姉ちゃん、いや、あそこに隠れてるんは覚えてたんやで。ただ魔が差したというか、倒せへんかなって。そんなことしなくていいから。私これ以上透けようがないんだけど。ニップレスをちょっとずつ消していけばなんとか。動画が消されます。ですよね。ということで代替案なのですが、とりあえず私の分のお姉ちゃんが透けてよ。まあうちのミスでそうなってるわけやからな。ただうちもどうしようもなくなったらどないするんや。それはなった時に考えればいいでしょ。それかきっとコメントで視聴者さんがいいのを教えてくれるよ。唐突なコメント稼ぎ。なんやかんやあったけど満点取ってきました。この辺のステージから殺意上がってきてる気はするな。普通にクリアする分には問題ないけど、満点になってくるとそうはいかないよね。難しい方がやりがいはあるけどな。え、やっぱりお姉ちゃん脱ぎたい願望が。違うわ。満点クリア。ねえお姉ちゃん、何や。さすがに寒くなってきたんだけど。そんなん言うけど葵ちゃん夏場は下着でその辺うろついてるやん。身内の恥ずかしい話さらっと話すのやめてもらえます。ワールド2の6、謎解き迷路洞窟。あれ、洞窟っていう割には結構開けたところなんやな。ここの下を掘った先が洞窟になってるんだよ。めっちゃ煽られてるやん。次はないからな。というわけで洞窟まで来ました。
ここはエリアの移動自体が少なく、広大なマップになってるんで取り逃がしないように注意しなきゃね。見えないところに壊せるブロック用意するとかはやめてほしいな。こういう砂利みたいなのは気づけるんだけどね。どこまで探索したかわからんくなりそうやな。こういう時適当に走り回る人が迷子になるんだよね。今まさに適当に走ってそうな人がなんか言ってますけど、自分が通った道くらいは覚えてるから。それに寄り道してこのジャンプ台に気づけたんだからいいじゃん。じゃあ迷わんようにしてな。前処します。この後は足場からずり落ちてトゲに当たったり、ジャンプ台を通り過ぎようとしたら村にいたカンテラ君に当たったり、いやこれはずるやろ。いろいろあったけど、スコアは足りてませんでしたとさ。赤コインが6枚とフラワー1枚ってことは、相当見落としてるってことやと思うんやけど、やっぱり100点取るのって難しいよね。とりあえず洞窟をもっと探索やな。はーい。ということで、ずーっと探してるんですが、全く見つからへん。いくら方向音痴だったとしても、探し漏れがあるとは思えないんだけど、もう30分くらい探してるで、そろそろ攻略サイトとかチェックしようや。お分かりいただけただろうか。先ほどまで何もなかった場所から突如として現れる白い影が。こんな小さい砂利気づくわけないだろ。真ん中じゃなくて左端を壊さないと出てこないのに悪意を感じる。カンテラ君が4人にお姉ちゃんが1人、何も起こらないわけがなく起こらないんだよな。でも隠しでこれだとフラワーくらいしかゲットできないんじゃないの。まあここで残りの赤コイン全部取れるわけじゃないやろうし。全部出んのかよ、雑すぎて草。というわけでゴールです。こっちのステージはステージ難易度というより満点が難しかったね。1個目は事故狙ってきてるからな。あれはずるいよな。まあそれでも私の服吹っ飛ばしたことは忘れないからね。すいませんでした。満点クリア。2-7のアイコン、壁からトゲボール投げつけようとしてきてるんだけど、壁をテントウムシが張ってるようにしか見えないんだよね。それ見るたびに言うよな。見えるでしょ。見えんこともない。でも青いって虫嫌いじゃなかった。これは可愛いからいいの。